こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日もセブン&アイプレミアムさんの新しいカレーを食べてみたいと思います。今日が3日目になります。味わい深い欧風ビーフカレーです。昨日食べたのは同じくセブン&アイプレミアムのビーフカレーということで、今日は欧風ビーフカレーを食べてみたいと思います。パッケージにはサブタイトルがついていて、炒め玉ねぎ、ブイヨンとバターの味わい、ブイヨン、バター、玉ねぎということで、まさに、欧風カレーの味わいの元になる、具材について書かれています。それでは早速食べてみます。セブン&アイプレミアム味わい深い欧風ビーフカレーです。見た目は至ってノーマルなカレーといった感じです。ではいただきます。一口目、まず感じるのはリンゴの、風味が強く出てるような気がします。癖がないというか、とても食べやすいカレーだと思います。ごちそうさまでした。まず昨日食べた同じシリーズのビーフカレーとの比較なんですけど、今日のカレーの方が、癖がなくて、とても食べやすくて、全体的に、まとまりのいいカレーだったと思います。こうして食べ終えて辛みも程よく、今でも口の中に広がっていますし、このカレーはなんて言うんでしょう、とてもオーソドックスで、品のいいというか、なんだか上品な感じのする、カレーでした。欧風カレーというタイプについていろいろと食べてきましたけど、中にはバターの風味が強すぎたり、あるいは生クリームの、風味が強すぎたりといったカレーもあったんですけど、そういった点でもこのカレーは癖がなくて、繰り返しになりますが、とてもそのまとまりのいい、カレーだったと思います。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さよなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。